このタイトルは、オーディオブック用に、AI 生成された合成音声で朗読されています。本書は、仕事に恋愛、日々のライフスタイルを楽しみながら、生き生きと輝いて頑張っている、29歳の女性の皆さんを応援する、本だにゃ。どんなに日々の生活を楽しんでいても、ふとした瞬間、ちょっとモチベーションが下がるときって、結構あるにゃん。そういうときは、この本を読んで、モチベーションを上げてほしいなん。モチベーションという言葉ってにゃんだろう。考えたことあるかにゃ。 値はマイナス思考をプラス思考に変えていく力だと思うにゃ。シーズン別によく考え込むことを書いてみるにゃ。モチベーションアップにつなげてほしいにゃ。4月、会社に新入社員が大勢入社してくる時期。若い女子社員や若いイケメン社員に目が行って気になって仕方ない。まだ慣れない新入社員に仕事を教えるのが大変で、イライラしてしまうことが多くなりがち。 ついつい怒鳴ってしまうことも、そんな日々が続いたら、新入社員のガールズトークで、自分のこと言われてないかと、気になったりもするあの人結婚しているの仕事ばっかりで彼氏いたりするのかな とか、些細なことが、痛かったりするのも本音。でも、仕事ができるあなたは魅力的だ。良い彼氏も、良い恋愛も良い結婚も、すべては良い仕事からだにゃ、一生懸命仕事をしているあなた。失敗を厳しく叱っていても、褒めることも忘れない、愛情たっぷりのあなた。男性並みに仕事の成果が認められ、それなりの役職収入を得ている。あなた、そんなあなたの後ろ姿を見て、若い新入社員は、育ち成長していくもの。そして、そんなあなたを見て信頼してくれる上司がいたり、 良いパートナーとして惚れ込んでくれる男性が現れるもの。でも、必ず思い出してほしい。新入社員時代、あなたが感じたこと、悩んだこと、それを忘れずに接していれば、必ず伝わる。あなたは、まだ頑張れるにゃ。5月、5月といえば、お楽しみなゴールデンウィークという大型連休があること。女性も29歳にもなると、既婚者は家族と過ごしたり。 シングルの人は、恋人とデートしたり、女友達とはしゃいだりなどと、連休の過ごし方も様々。連休って、基本的に仕事をしなくて良いのはラッキー。だけど、やっぱりどこか一人でいると、ぽっかり穴が開いたような気分になってしまったりするもの。すごく寂しくなり、泣きたくなることもしばしば。でも、慌ただしく毎日過ごしていると、心と思考を無にすることって、なかなかできないこと。自分と向き合う時間を持つこともすごく大切。 心と思考を無にした空白の時間こそ、自分を磨くチャンスだにゃ。外に出たら、何でもある世の中、与えられるのを待つだけでなく、自分のために、自分から行動をし得られるものは何か、それを、考えてみるのも大切なこと。あなたは、まだ頑張れるにゃ。6月、梅雨の時期になり、仕事をするのも遊びに行くのも、だるだるになる時期。6月の楽しみって言えば、綺麗に鮮やかに咲き誇るアジサイジューンブライド6月の花嫁を見ること。 結婚をすると幸せになれると言われている6月に挙式をする友達も多いのではないかな。結婚式って毎回すごく感動して泣いてしまう。そして自分を育ててくれた親のことを毎回思い出してしまう。親はいつもあなたの幸せだけを祈ってくれてるにゃ。気づけばいつでもそばにいてくれた友達が結婚するのってすごく嬉しい反面。何気にすごく寂しかったりもするもの。でもそれは親も同じ。 結婚していようが、いなかろうが、あなたが今幸せなことが、一番の親孝行。自分にとっての幸せってなんだろう自分のライフスタイルを充実させることが大切。そのためには、自分がどうしたいか。10年後はどうなっていたいのか。まずは考えみよう。人生は、I love you ではなく、I love me。あなたは、まだ頑張れるにゃ。7月、夏にしか楽しめないイベントが、盛りだくさんになってくる時期。ボーナスももらえて気分もほくほく。暑さで露出度の高いファッションを着こなしたり。 ネイルも夏仕様のデザインにしてみたり、おしゃれを思いっきり楽しめる季節。海ビアガーデンバーベキューなんかは、夏の風物詩、そして、新しい出会いも恋も、そのためには、夏に向けて体を引き締めたり、脱毛したり、自分磨きするのが大切。さすがに、20代前半の女の子のようなファッションをしていたら、痛い。 年を重ねるごと身につけた魅力をふんだんに出すにゃ。29歳になったあなたは人生経験が豊富でおもろくて魅力的。20代前半の時には似合わなかったメイクファッションが意外に似合ってしまったりするもの。今まで抵抗があったカラーが意外に似合ったりするから不思議。うまく流行を取り入れて老けた印象にならないように年を重ねるごとに身につけた魅力を思いっきり出してみて。あなたはまだ頑張れるにゃ。 8月、まだまだ暑い日が続く中、夏休みも満喫している頃、残暑を楽しみながらも、夏の紫外線で、ブロークしたお肌のケアをする時期、紫外線って、年々強くなっている気がする日焼けって、何気に軽い火傷なので、ほっとくとシミになったり、肌がカサカサになったりと、肌トラブル満載。冷やしたり、保湿したり、ビタミン C をより多く摂取するなどのアフターケアが大切。日焼けをアフターケアして、女子力アップするだにゃ。 サプリメントなどでビタミン C を摂取することも良いし、皮膚から直接のビタミン C を摂取しても効果的。ビタミン C 配合の化粧水やリップクリーム美白クリームなどでケアしてあげてほしい。コラーゲンを生成して早く綺麗な肌唇を取り戻そう。皮がむけてカサカサ状態になる前に日焼けで敏感になっているお肌唇をたっぷり癒してあげて。 スキンケアって面倒くさいと思うかもしれないけど、日頃の積み重ねが大切。仕事のストレスでもダメージを受けているお肌をお疲れ様っていた笑ってあげて、そして夏の楽しい思い出を仕事ライフスタイルの活力にしてね。あなたはまだ頑張れるにゃ。9月、9月ってスポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋って言ったりして、すごく活動的になる月。 何気に10代20代前半の時って芸術演劇に興味がある人って少なかったような気がする。でも最近では歌舞伎俳優がテレビに出たりして有名になってきているので興味を持つ人も増えたのでは女性は29歳頃から芸術演劇にハマり始める傾向があるみたい。 なぜならば、伝統を大切にしようという心が芽生え始めるから。でも、それ以上に、芸術演劇の魅力って、見て想像して考えて楽しめるところ。何気に想像力って、人と接していく上で、すごく大切なこと。完成発想を広げていくだにゃ。秋って、不思議といろいろな面で、汚染地になりがちな季節。コミュニケーション能力って、周りの空気人の気持ちを想像することだと思う。芸術演劇などを見て、感じる力、想像する力を養っていこう。 きっと、新しい価値観考え方を想像することに役立つはず。新しい価値観考え方は、必ず仕事ライフスタイルを、さらにより良いものにすること間違いなし。あなたは、まだ頑張れるにゃ。10月、10月の楽しみイベントは、やはり月末のハロウィン。街もお店もグッズもハロウィン仕様になるので、歩いているだけでウキウキする時期。そして、今年はどんな仮装をしようかと悩むのも楽しい。 ハロウィンの定番といえば、やはりカボチャ。この季節って、カボチャを含む根菜栗など、美味しいものが盛りだくさん。特に、暑い時期に比べて、スイーツもすごく美味しく感じるので、ついつい食べ過ぎてしまうのがネック。それに、ハロウィンの時期あたりから、ホームパーティーなどのお楽しみ会が増えてくるので気になるのが、体重。しかも、気になる男性の前では、品良くすることに集中して、食べることを遠慮してしまうのも女性の特徴。本音は、美味しいものをたらふく食べたいのに。 よく食べる女性が本当に良い女だにゃ。男性を含め女友達もよく食べるよく笑う人が大好き。特に男性は自分が連れて行ったお店で美味しそうによく食べる姿を見ると嬉しくなるもの。また今度誘ってみようと思うもの。でもやはり食べすぎ飲みすぎには注意。どこかで食べた分飲んだ分は運動で調整して消化することも必要。あなたはまだ頑張れるにゃ。11月。 あと、年が変わるまで、2ヶ月、年末に向けて、仕事も大詰め、何気に一番忙しくなる時期、また、どんどん気候も寒くなってくるし、体調を崩しやすくなる上に、月末から忘年会シーズンに突入、お疲れモードで、すっきりせずテンションも下がってくる月、体調管理も仕事のうち、だからこそ、大切にしてほしいのが、疲れを癒すリラックスタイム、暖かいホットチョコレートで、 体ポカポカ、リラックスだにゃ。チョコレートって、ミネラルカルシウム、マグネシウム、鉄、アインなど、生きていく上で欠かせないものを摂取できるお菓子。特に、女性に不足しがちの、鉄分や食物繊維も含まれてて、嬉しいことだらけ。チョコレートの甘い香りには、集中力や記憶力を高める効果も、仕事がはかどるのを手助けしてくれるし、寝る前に一口でも取ると安眠効果も、普段の生活の中に、習慣の一つとして取り入れてみるだけでも、全然気分が違う。 自分に合ったものを取り入れてみて、あなたはまだ頑張れるにゃ。12月、1年の中で一番のお楽しみイベントである、クリスマスの時期、綺麗なイルミネーションが街を彩り、クリスマスグッズも販売され、歩くだけでウキウキ楽しくなってしまう。12月は仕事関係の忘年会が毎週のようにあったり、女友達との楽しい飲み会など、イベントが盛りだくさん。 そして、何より恋人と過ごすクリスマスも楽しみ、ネイルもクリスマス仕様にしてみたり、ふんだんに冬ファッションを楽しんだり、一番テンションが上がるとき、そして、年度が変わるまで数週間、一年の中で大切な時期でもある、一年を振り返り、来年の抱負を考えてみるにゃ、楽しかったこともあれば、やめることもあった一年。来年は、どんな一年にしたいか考えて、自分から積極的に行動してみよう。待っているだけでは、何も来ない。あなたは、まだ頑張れるにゃ、一月。 新しい年の幕開け。去年のことは、デトックスして新しい一年を充実させていこうじゃないか。1月は成人式があって、毎年多くの新成人が誕生する時期。振り袖姿の新成人を見て、可愛く思ったり、懐かしく感じたりと考えることは様々。でも、そんな新成人を見かけたら、思い出してほしい。自分がどんな大人になりたかったか、どんな目標があったのか。 初心に戻り、ひたむきな気持ちを思い出すことは大切だにゃ、夢も希望もあったかもしれないけど、いつの間にか社会の荒波に揉まれ、悪せく淡々と働く日々、そして友達と飲んで発散して楽しく過ごす日々、それが決して悪いわけじゃないけど、ひたむきな気持ちを思い出してみて、新しいことにチャレンジする意欲、仕事に対しても、今までとは違った情熱が湧いてくるはず。今のあなたは、とても魅力的、今まで出会った人たち経験したことに支えられて、今のあなたがある。 あなたは、まだ頑張れるにゃ。2月、2月といえば、バレンタインデー。好きな男性に気持ちを伝える女子の大切なイベント。でも、最近では、日頃お世話になっている人たちへ、感謝の気持ちを伝えるという意味も含んでいるみたい。 例えば、職場の上司同僚身近な男友達大切な親友の女友達とか、バレンタインデーの日は、職場でチョコレートを配っている女子社員をよく見かける。でも、これって当たり前のようになってきてるが、実はとても大切なこと。日頃お世話になっている人への感謝の気持ちを、常に持つにゃ。確かに、あまり好きでない上司にチョコレートをあげるのってテンションが下がるかも。でも、その上司がいるおかげで、自分にとって得することを考えてみよう。出会いは、財産。 大嫌いな人でも自分を成長させてくれることって必ずある。感謝する気持ちを忘れなければ必ず良いことがある。あなたはまだ頑張れるにゃ。3月ホワイトデーでお返しがもらえる嬉しい月でもあり。卒業式シーズン。自分のライフスタイルでは春の心地よい気候で過ごしやすくてウキウキ。でも職場では年度末。 4月から入社する新入社員の受け入れ準備でバタバタ。3月って、すごく特別な月でもあることは確か、卒業式シーズンなので、やはり別れと寂しさを涙で乗り越える月でもあり、新しい出会いを受け入れる月、勇気と自信を持って踏み出す時には、職場でも人事異動や昇進などで、新しい体制に移り変わっていく、ライフスタイルでも友人の転勤が決定したりと、動揺することが多くなる時期、新しい環境を受け入れる心の準備をしておくことが必要。 ぶれない強い心を持とう。あなたは、まだ頑張れるにゃ。後書き。さて、いかがだったかにゃ。日々の生活季節ごとのイベントに合わせて、些細なことからプラスに考え、モチベーションアップにつながることを言ってみたにゃ。充実したライフスタイルを送るには、どんな壁にぶつかっても、それを試練だと考え、良い方向へ考えていくことが必要だにゃ。そして、常にこうありたいという自分を考え想像すること。 そのためには、自分はどうすればよいかと考え行動することだにゃ。マイナス面をプラス面と考えていく力がモチベーション。モチベーションを保つということは、後悔をしないこと常に向上していくことを意識していくことだにゃ。では、あなたがさらに上を目指すために、まだまだ頑張れることを祈って、本章を終わらせていただくにゃ。読量、ありがとうございました。